見て。何？じゃがいも拾った。マサ。じゃがいも拾った。その石で俺さ殴られるのかと思った。やめたこっち来て。ビジュテック。来て。ドスバギー。ビジュテンゴの落とし物。あれだ。いっぱい落とす気のみだ。さっきの子供マジ根性あったね、うん、あの子ね、ただショートカットとかなしで俺に置き去りにされて、また後ろからガン出してついてきてっていうのを3回繰り返したからね。あれ中身大人でしょ。俺最近さ、よく足つるじゃん。うん、水分不足ってさ、コメントで教えてもらってさ、それ以来なくなったのよ、水分取るようにしたから、うん、あんた辛い、久しぶりの撮影を。山田もさ、50分一緒に乗ってるってことだもんね。俺朝もパスタ食ったんだよね。ミスなんでだよ。パスタ、朝さ、大盛りのさ、ローソンのミートパスタとおにぎり2個食ったの。水分がっつり取ってこれもらいました。温泉旅行。何これ、もしかしてこれ龍泉寺とかじゃないよね。あ、これはこれ温泉旅行とか行って、これ龍泉寺じゃないですよね。あのど田舎の神奈川のとこにあるさ、龍泉寺じゃないですよね。あんたの地元の濃くない味、ケチャップかけすぎた。ミスター素直に山田に教えてもらえばよかったわ。まずポテトポテト砂じゃない、水たまりに落としておいて。てかこれが既製品なんだから絶対これが一番美味しくあるべきじゃん。それは作ってない。これが一番美味しくない。ハンバーグうまいよね。うん、ナポリタンの味が濃い。やっぱりうちのやつどこ行っちゃったんだろう。ほんとなんでいいよ俺の固くないままだね。汚い。問題です。うん、山田がちっちゃい頃一生分食べて嫌いになった食べ物があります。何でしょう。いちご。正解は焼きそばでした。問題です。山田がちっちゃい頃に一生分食べて嫌いになったお菓子があります、うん、何でしょうか。お菓子でしょ。正解は、あ、いいよ。なんだよお前、なんか 俺聞いたことある。聞いたことある。あー、あると思う。多分うち6回ぐらい言ったから。駄菓子屋で売っていく。うん。うわー、聞いたことあるわ。ゴールドチョコ。違う。なんだっけ。正解はラムネでした。広っ。当たったかもしれないよマジで。どっち、しかも飲む方、あれ、つぶつぶの方。てて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 てうまだっち。うまぴよい。うまぴよい。うまぴよいしてるんだ。うまだっち。うまうまうにゃうにゃさにいちこう。進化するのかと思った。てて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 強くなれたぜ。一人じゃできなかった本当に。仲間たちにすげえマジで感謝。へいて。ブタチ。うまぴょい。うまぴょい。ブタチ。やるじゃん、いつも。やんないの。なんで今日やんでんだよ、お前。オタクはそういうバカにしたふりが一番嫌い。好きな時に好きなタイミングでやんの。うーん。うまだっち。